おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。今回のジャイアンツゆっくり情報のコーナー。なかなか首位に上がれませんね。昨日の広島との一戦、先発のマウンドに立ったのは、2軍で調整をしていた菅野さんでした。1軍のマウンドは56日ぶりだったぜ。だが注目の結果は、9回無四球無失点の見事な完封劇。それはまずいでしょうよ、霊夢さん。2点差で負けていた5回裏の攻撃ではカズマの見事な逆転満塁ホームラン。激痛でしたよね。つうか2点差で負けてるってすでに辻褄合ってねえぞ。そんな試合が良かった。辻褄合ってないけどな。菅野投手は残念な結果になったな。無四球完封のどこが目覚ませや。6回6安打5失点。失点は全てホームランだ。特殊能力に一発がついてしまう。それはアプリ版じゃない方だから大丈夫だ。実際に見てどうだった？やっぱり本調子にはまだ遠いか？いやー。どうだったんだ？もしかして見てないの？いやー。マジで？NASA？ NASA？ どういうこと？アメリカ航空宇宙局だけど。そういうことじゃねえよ。米国国家航空宇宙局の方か。ごめん NASA はもういいや。じゃなくてだな。菅野投手の復活登板。見たの結果だけ？こんだけ巨人ファンだって言っといてエースの復活登板を見逃すとは。だから見たと言っている。いや、見たとは言ってないけどな。本当に見たのか？そう言っている。霊夢から見て、昨日の菅野投手の投球はどうだったんだ？まあダメというほど悪くはないですよ。でも大丈夫と言えるほど良くもない感じかな。一番の不安点はクロスに決まるまっすぐだな。右打者への外角、左打者への内角へのまっすぐ。これが決まると伝家の宝刀スライダーが効いてくるんだけどね。そこへのまっすぐがまだ万全ではありませんでした。誰の感想？宮本慎也さんだ。よくもまあ堂々と。そうじゃなくて、お前の感想はどうだったって聞いてんだよ。やっぱ宮本さんの言う通り問題はまっすぐですね。シュート回転する球がまだ多いかな。それに左肩の開きが早いんだよね。打者からすると球が見やすくなってしまう。それにまっすぐがシュート回転することにもつながってますよね。誰の感想？宮本慎也さんだ。てめえやっぱ見れてねえな。まあ95球投げられたことはプラス材料ですよね。急に内容薄。そんなもん私だって投げろって言われたら100球くらい投げられるぜ。ちなみにこれは宮本コーチの感想だ。巨人のコーチの方な。ズームイン宮本さんの宮本コーチな。内容がなんて？まあ素人とプロの100球は違いますよね。ひさまずムサタメンバーを敵に回す気か。そこは普通に巨人でいいだろ。とにかく菅野さんの次の登板に期待だ。体さえ元気ならきっといい結果がついてくる。菅野さんの場合はな。次回登板こそはしっかり見ますから。いややっぱり見てないんかーい。オチはいまいちでしたね。ですね。勝負会番外編ですからー。それびっくりするからやめろよ。前々回から仕掛けてます勝負会。今回で巨人純正。いな、真のゆっくりバスターズを完成させるぞ。下の説明欄にこの縛りプレイの内容が記載されてます。初見の人はぜひチェックよろしくだぜ。よろしくだぜ。真似すんなや。それではこちらをご覧あれ。前々回前までの S ランク所持状況。そんで赤枠が2020シリーズで持ってる選手な。まず前々回で引いた、自チーム S ランク契約書で勇気をゲット。高橋勇気投手が手に入ったことによって、投手陣はオール S ランクになったんだったな。イエスウィーケン。ちなみに、野手をあと2人引けたらオール S ランクになる状況でした。そして前回の大勝負。ミキサー大量会で若様をゲット。やったねやったね。現在の状況はこんな感じだ。問題は前回だぜ。結局全部で何回ミキサーしたんだ？ 5 回ですね。5回中4回が被りだった。これは相当痛いぜ。てやんでい。若様がせっかく我がゆっくりバスターズに来てくれたんだぞ。無駄なことあるかい。まあ霊夢が満足してるならいいけど。控えめに言って大爆死でした。その感覚は持ち合わせていたか。もう大爆笑でしたよね。いや余裕ですね。若様は大切に育てるぞ。S ランク25枚マイパワーだからな。燃費悪いぜ。ただ野手を一人手に入れたのは事実だ。あと一人だけ未所持の野手を引けたらチームは完成する。全国に通用するチームがな。目指してるのは覇王な。勝負会番外編ですからー。それやめろって。今回はこれを引いてくぞ。パワプロの引き念福袋だな。南西スランク引ければ自チーム確定だ。こんなの知らなかった。まさしく純正の純正による純正のためのガチャだ。コナミさんのおかげだけどな。確定があるのが幸いだぜ。最悪でもチャンスは2回ある。オーケー。では2発は S ランク引いてみせましょう。さてはこいつ自信ねえな。確定以外でも引いてくれよ。正直、ミキサーで野手がもう一人引けていたらなかったはずの今回の番外編。でも勝負はもう仕掛けちまった。引くに引けねえんだ。勝つまでやめてたまるかー。皆さんこういうのをギャンブル依存症って言いますから。ようこそ出るやろう。こうならないように気をつけてください。皆さんもね。この動画を見終わる頃にはきっとこれ引きたくなりますから。もう終わってますけどね。それじゃあ引いてくぞ。40連一本勝負だ。ここは確定ないからな。S ランク引きたいところだぜ。S ランク引かなくていいところなんてあるか。確かに。お、月が綺麗ですね。いやいやいや、これ流れ星。S ランク確定だから。よしゃー。無課金って怖いな。幸先よしだぞ。この後バットに当たれば未所持戦士確定なんだよね。ノーボインレイ。流れで言うなや。バットに当たればな。当たれー。当たったー。おいおい、久しぶりに来たなこの感じ。勝負会番外編ですから。派手やね。CM 入れとく？早くやれや。とにかく未所持の野手だ。確率は21分の3。でも未所持選手が確定してるから9分の3。3分の1だぜ。ありますよこれは。さあどこで来る？だー。ありませんでした。でも55と55。2020シリーズのは持ってるけど。まあ被らなかっただけ OK だろ。能力も上がってるしな。そしてスピリッツも200アップだ。200の違いはかなりでかいぜ。エンジェルと並んで2大エース爆誕よ。このガチャいいね。まだ始まったばかりだぜ。もう1枚来ないかな。厳しいか。ラスト。お、タクムンだ。いい選手だよね。新人なのにすでに20盗塁だからな。以上、10連目でした。とりあえずはいいで出し切れたな。良きかな良きかな。どんどん行くぞ。いい流れのまま走り切る。そして次は確定だぜ。次も大事だ。大事じゃないガチャなんてあるか。確かに。また確定だー。いやここは S 確定してるからな。そうでした。なんか出たー。これも未所持選手確定だろ。絶好調じゃねえか。ちょうどパワプロの日って毎月やっていいと思ってたんだよね。嘘つけ。ちょうどってなんだよ。55と5は引いたからな。未所持選手確定の時点で野手の確率かなり高いぞ。ノーボインレイ。さらに確率が上がって8分の3だ。当たれー。当たらんのかい。これ大丈夫？多分。確定分だけかな。おっと。ジャイアンツ魂。今は日ハム魂な。さあ行くぞ。何度も言うが、未所持野手ならオール S ランクオーダー完成。さらにカジカウィーラーなら大当たり。バット持ってるやつ。出てこいやー。言い方よ。おー。よし。じゃあ撤収ー。それでは皆さんこちらをご覧ください。カジ引き当てたりましたわー。見てた見てた。とうとうオール S ランクオーダーが完成しました。プロスピ始めてだいたい9ヶ月か。まあまだ覚醒選手入れてのオール S だけどな。感激した。ここまで感情を高ぶらせてくれるとは。パワプロに感謝だな。間違ってはないけどややこしいな。20連目にして見事に舵を引きましたからね。続き回していきましょう。あ、結局回すのね。これ実は特訓 1.5 倍キャンペーン中に録画してたんですよ。それが？せっかく 1.5 倍だからな。今のうちに特訓終わらせとこうと思ったんですが。枯渇しました。あれだけあったレベルマックスの B ランクが。B ランク選手も B ランク契約書もゼロになってしまった。なので特訓用の餌が欲しいので。回しますね。無課金の引き方じゃねえ。自分勝負仕掛けてますので。初めてドブ色の大切さに気づいた蒸し暑い夏の夜でした。まあ S ランクが自チーム確定ってのが熱いことに変わりはないか。そうですそうです。菅野さん出るかもしれないし、被ってもミキサーで使える。ちょっと PS 飛行かとも迷ったんだけど、ここで40連したら、PS 第6弾が来た時にエナジーが心もとないなと。意外と考えてやがる。勝負仕掛けてますから、勝つぞー。というか今回はもう勝ち確ですが、ウイニングラン行きましょう。ウイニングランといってもまだ20連。半分残ってるわけだからな。確定もまだ1回あるしね。またバットに当ててもらいましょう。あいつ今日は頭見えてる。あいつって言うなよ。一向に前に飛ばせない非力さは相変わらずだがな。では30連目からの再スタート。あれ、早速嫌な予感だぜ。だが絶好調5インレイ、ノリに乗ってますね。本日初の5インレイいただきました。いいな、球をよく見て振るんだぞ。相手のオーラは気に。5インレイ、お前が気にしてんじゃねえか。青からの当たれー。まあこれが普通だよな。さすがにここはかぶりかな。まあいいんですよ。S ランクを引くことに意味がある。なんせミキサー圧縮で使えるのは確定だからな。さあどこで来ますか。7枚目。え、マジでそれどういう感情。菅野さん降臨。エースが降臨しました皆さん。これは今回だけで超強化だぜ。もちろん余裕で極みにできます。極みにしてなお A ランク5枚くらい余ります。称号用もバッチリってことだな。ついさっき55と5の2021シリーズを引いて、エンジェルとの2大エースだーなんて喜んでいたのに、真のエースが爆誕してしまった。55と5、エースに指名されてから登板なし。まあ能力的には間違いなく真のエースだぜ。昨日は完封勝利だしな。黙れ妄想。そして締めはキャプテンハヤト。パワプロ最高だー。それややこしいって。100メートル走で1位を取って、そのウイニングランのつもりで走っていたら実は知らぬ間に200メートル走にも参加してて、気づいたらそこでも1位を取っていた気分だー。わかりにくいですね。じゃあ最後に200メートル走のウイニングランいきます。いや撤収するか。とっとと回せや。マジチーム S 確定してるしな。ではラスト40連目だ。はい絶好調。まあここは確定してるしな。ボインレイ再び。ボインレイ再びからのカムバックボインレイ。あれ、これに枚引きあるのでは。マジでかおい。避けろー。避けろとは避けませんでした。それでもさっき菅野さん引いたしな。まだわからないぜ。びっくりした。2枚引きとか言うからいきなり来たかと思いました。確定演出かなり出てたからな。期待できるぜ。ほんまかいな。できたー。中川投手。ここに来てかぶったな。でも2枚引きだ。最後の最後まで楽しませてくれおる。さあいよいよラスト。本当に引いてよかったこの40連。おかげさまで未来が見えました。ここまでの引きに感謝を込めて。何も望みはしません。ウィーラーください。本音を隠しきれなかったな。また55と5でした。最後はさすがに2枚とも被ったか。ありがとうパワプロ。さようならパワプロ。大満足です。これは大勝利だ。この大勝利の要因は何だと思う？最後まで諦めなかったことだとか言いたいんだろ。特訓用の餌がなくなったことだ。なるほど。勝負ありー。急に大きな声出さないでください。ついに目標を達成しました。目標はあくまでリーグランク覇王だからな。これだけのメンバーが揃ったんだぞ。いけるに決まってる。つーか。いけなかったら積むんですが。まあとにかく育成に励めよ。積むんですが。頑張りたまえ。とりあえず9月に入ったら、9ヶ月経過報告でオーダー紹介しますので、ぜひお楽しみに。というわけでね、最高のガチャでした。パワプロの引き年福袋。きっといい引きができるので皆さんも引いてみてくださいね。もう終わってるって言ってるだろう。今回オチだけはいまいちだったな。ですね。